Dinosaur Research Channel。 皆さんこんにちは、 DRC の竹です。前回までは予選だったんですが、今回からは本戦に移ります。早速今回は本戦の1回戦の第1試合と第2試合の様子をお届けいたします。それでは早速第1試合から参りましょう。さあ始まりました、予選じゃない、本戦の第1回戦の第1試合、 A ブロック代表エントリーナンバー19番アルファトルーパーさん VS B ブロック代表エントリーナンバー27番ディノスマッシュさんの対決です。アルファトルーパーさんの1投目はアンペロサウルスのハンタータイプ、対するディノスマッシュさん1投目はガケンペルルスアイコタイプですね。すごい完璧だ。長かった予選も終わり、ようやく本戦へとさあバトルを始めようぜ。進みますが、誰が予選1回戦、どちらが進めるのか。さあ先制攻撃はダーケントルルス、さあアンペロサウルスの反撃、アイコバブラ、筒の力がみなぎる、さあクリスタルグレー発動ならず、さあ爆弾の2個ですね。さあ爆弾をつける、さらにカバンメガキャノン、ガケントルルスダウン。さあ2投目はハルカロドントサウルス必殺タイプ、ハルカロドントサウルスだ、ハルカロドントサウルス、ハルカロドントサウルス、さあカルカルボッターさあタックアップ、さらにエレメントパワー、おっとここでアンペロサウルスダウン。アルファトルーパーさん2投目はアクトエイニオサウルス、バトルタイプが攻撃、エイニオサウルスのアイコ爆弾のカスタマイズですね。アルファトルーパーさんアイコ爆弾大好きですね。ワクワクしてきたよ。5枚ですね。アイコー、さあ一個だけか、さあラニアイコ爆弾超必殺強攻でサンダードライバー、これは痛い。さあ
カルカロトントサウルス、ここでダウン。最後の恐竜はペンタケラトプス、必殺タイプですね。やりたい。最高。このバグランつけてない。さあ、爆弾を。まだ起動してないですね。さあ、反撃に出るベンタケラトプス、エレメントパワーからのガトリングスパワー。おっと、エイネサウルスダウン。アクトさんのロスさん、さあ、遊ぼうぜ。アルファトルーカーさん、最後の恐竜はステゴサウルス。攻撃口の調和のフルカスタマイズ。今回は相手枠だったし、ワクワクしてきたよ。さあ、バトル始めようぜ。エレメントパワー、反撃ビッグモードアタック。雷の効果が抜群。さあ、雷の力がみなぎる。カウンターになるか。おっと、ここでカウンター。当ててもペンタケラトプスの攻撃です。これは辛い。勝ったのに攻撃するっていうところで辛いことなんですね。さあ、続けて。さあ、ビッグモーラーダック再び強烈なアッパー。ペンタケラトプス耐えた。マスバリアで防御力を上げていく。さあ、接戦です。どちらが制するか。当然だね。ここでペンタケラトプスダウン。勝者アルファトルーパーさん。さあ、始まりました。本戦第1回戦の第2試合。 C ブロック代表エントリーナンバー7番ゼノスリック悟空さん VS D ブロック代表エントリーナンバー2番アニマルカイザー王さんの対決です。完璧だ。俺が相手になってやるぜ。さあ、ゼノスリック悟空さん、1投目はエウオプロケファルス復活タイプですね。アニマルカイザー王さんの1投目は守りタイプのスピラコサウルス。すごい、完璧だ。こちらが俺が最強なんだよ。ワイの好き勝手に当たるもんか。さあ、先制攻撃はエウオプロケファルス。ディフェンスアップ。インデルスキルコンボです。サンダーバズーカ。
性みたいな効果が入りにくい。さあディフェンサー、よっしゃ、ここでアースバリア、ただでさえ土属性にはダメージが入りにくいため属性、さらにアースバリアで防御を高められてしまうので、ここでイガールだけは何の勇気をかけていくのか、どうなる必要か、ダウン。さあ2投目はエオラプトル保管タイプですね。さあここに変身する、アマルガサウルス、ウォーターの効果ですね。シークレット恐竜エオラプトルだ。テクニック3000、相手になった時にやっぱりモーションパニックがね発動しやすくなりますね。ウォーターソードとフラットストラックが勝ちになっています。俺が最強なんだよ。敵にこの人使って戦うのか、高い敵に勝つことができるのか、よっしゃ。さあ英語教育カルスが止まりません。これは痛い。さあフラッチストラックでようやく反撃、バシンみたい。だがそうハースバリアを発動していたので、ダメージは抑えるから。よっしゃ、さあやられたままやり返す。おっとこうやるかも外したらダウンしました、ね、危ないと思います。最高、ここでエオラプトルダウン、エゴブルケファルスまさかの2立て。俺が相手になってやるぜ、ジャクアマ恐竜。さあ最後の恐竜はエオカリカリア、ジャクアマオメガ、回復タイプ、すごい完璧だ。さあエゴプルカルズの猛攻が続くのか、それとも俺が最強なんだよ、お前の好き勝手にさせるもんか。相手カルス止まらないですね。アースバリア、まだまだ倒れないぞと言わんばかりの防御力が高い。よっしゃ、エオプルケファルスは3立てまで行っちゃうのか、どうなんだ。次にね、エオプルケファルスが攻撃しても、アースバリアにダメージが抑えられてしまう。さあ、では一発逆転クリールゾーンプレイを打ちたいところではあります。さあ、マグマバスター、エゴプロキファルスようやくダウン。さあ噴水駆動空さん2投目はバリオニクス、スーパータイプですね。さあ弱点の持続性、エアカルカリはピンチです。最高、
乱数が長くて焦った。ヘミ君。さあ、もうちょっとでエオカルカリアのゲージが溜まる。次、アイコが勝てば溜まります。さあ、アイコだ。どちらが技を放っているのか、それともまだまだ愛好が続くのか。おっと、ここで要求したところがバリオニクス。エオカルカリア、ここでダウン。勝者ゼノスリック悟空さんです。カモ忘れんなよ、また遊ぼうな。第一試合の勝者はA ブロック代表アルファトルーパーさん、第2試合の勝者は C ブロック代表のゼノスリック悟空さんとなりました。次回は本戦1回戦第3試合と第4試合の様子をお届けいたします。お楽しみに。